今度こそ追い詰めたぞ。もう貴様に逃げ場はない。観念してもらおうか。もう逃げも隠れもせん。殺せ、人間。ティナ、これでようやく母さんと村の仲間の仇が撃てるぞ。うん、ここまで長かったね。さあ、その剣を突き刺すがいい。わしの心臓はここだ。地獄へ落ちろ。いずれ俺も行くだろうが。兄さん、待って。どうした？私ね、ゴブリンの王を必死に逃がそうとしているゴブリンたちを見て、あの夜、村から命がけで私たちを逃がそうとする母さんのことを思い出しちゃったんだ。ティナ、何が言いたいんだ？ねえ兄さん、もうやめよ。こんなことをしても母さんたちは戻ってこないんだよ。冗談だろ。今更何を言っている。俺たちがこいつに復讐するこの日をどれだけ待ち望んだか。わかってる。そんなの私が一番知ってるよ。でもこんなことをして母さんは喜ぶのかな。それは。だが、この憎しみの感情だけはどうにもならん。兄さん、あれから一度も笑ってない。憎しみに支配された私たちを見て母さんはどう思うのかな。憎しみは私たちを笑顔にした。復讐して幸せになれるのかな。小娘、綺麗事を並べるな。貴様の兄の怒りはわしの息の根を止めないともはや収まらん。それでも私はあなたを殺させない。なんだと。正気か、ティナ。私はあなたを許さない。だからあなたには生きて罪を背負ってもらう。くっくっ、小娘よ、許す許さないの問題ではないのだ。祭は投げられた。わしは人間を殺しすぎ、貴様らは我々ゴブリンを殺しすぎた。たとえ今剣を収めようとも、我が同胞が貴様らと同じく故郷と仲間を殺されたという理由でお前たちのもとへいつか復讐に訪れるだろう。な、貴様、勝手な真似を。我々はすでに憎しみの連鎖でつながれている。もう後戻りはできない。いつかまた地獄で会おうぞ。以上が一行の報告になります。また後日派遣した調査団によると、主を失ったゴブリンたちは暗き島を離れ各地へ散り散りになったとのことです。なお暗き島に眠る光の巨人聖少獣ヘカトンケイルは起動停止、現在は沈静化している模様です。うん、報告ご苦労だった。こたびの戦、諸君らには大変世話になった。もはや報奨などでは感謝しきれん。まあ、もう戦争は終わったんだしさ、そんな暗くなっても仕方ないじゃん。とりあえずメネア王国は平和になったんだし、その事実は喜んでいいんじゃない。まあフィーナの言う通りか。いろいろあったけど、オイラたちも結果的に聖少獣を沈められたからな。クーズの手がかりにはならなかったけど、一体の脅威を沈められたのは良かったぜ。
はい。負の感情を糧にして動く星晶獣が存在するなんて、もうこれ以上誰かが悲しむような戦争があってはならないんです。ああ、その星晶獣たちが悪用されないようにオイラたちがしっかり見張らねえとな。ところでルシウスとティナはこれからどうするんだ？そうだな、とりあえず母親の墓参りをするついでにこのまま旅を続けようと思っている。あれから兄さんとも話し合ったんですけど、この先私たちのような兄弟が生まれない世の中を作るために何かしようって、今は漠然とそんな感じ。よかったよかった、前向きでいいじゃん、そういうのってさ。とりあえずゴブリン狩りは廃業だな。って言ってもね、私たちそれしかやってこなかったから暗中模索というか。じゃあとりあえずフィーナちゃんが傭兵家業の斡旋でもしてあげよっか。傭兵か、兄さんの剣の腕が活かせそうだね。というか兄さんは剣しか得意なものがないからな。まあ本当ならその剣も使わずに済む世界になったらいいよね。どういうことだ？さっきメネア王国は平和になったって言ったけど、多分それは永遠じゃない。国それぞれの問題ってのもあるだろうし、エルステ帝国に星の民の遺産、世界全体が平和になるには遠いよ。遠いけどいつかそういう時代が来るようにさ、今の自分たちが後の時代のために何かしなきゃ。ティナが私たちのような兄弟が生まれない世の中を作るって言ってたけど、それってそういうことだよね。どうしたんだお前、急にまともなこと言い出して。どうしたもこうしたも、フィーナちゃんって超常識人だし。あー、無表情のまま鼻で笑った、ルシウスのくせにムカつく。さ、そろそろ行こうか兄さん。皆さんがやっと笑顔になりましたね。ね。ああ、それじゃあ気を取り直してそれぞれの新たな未来へ出発するぜ。